どうもタクです。今日は土曜日でお日柄もよく、普通僕のチャンネルって日曜日がニュース速報なんですけど、ちょっと前倒してやるんですよね。急遽これを差し込む形になりました。差し込むっていうとなんかガマゴールの4コースみたいですけど、はタイトルの通りなんですけど、何これっていう話ですよ。ていうのも3月の19日僕主催のイベントを豊洲ピットでやることが決まってるんですけど、ちょっと前にプレイオーダーっつってチケットの抽選があったんですよ。でその時点で席は埋まってまして、結構外れちゃったんで一般頑張りますよって連絡来てたんですよ。いざ入金日ですよ。結果見たら300人ぐらいが未入金で無効になったんですよ。はぁ、そんな数行くか。結論としては一人でね、友達に頼んでとかで何個も応募した人が当たるっていうことが偶然にも多くて、キャンセルしまくった結果こんぐらいの数になってしまったということですかね。そんな偶然ある。 SS 席は今回20とかすごい少なかったんですけど、その枠にも700人ぐらいの応募あったんですよ。すごいありがたいことなんですけど、これもね未入金で無効が出たんですよ。もうどういうことこれ。チケットって基本規約では一人一席なわけですよ、抽選とかは。それなのに悲しいですユリア。ただなんで今日動画上げたかっていうと、もともと明日の朝10時から一般で販売あるんですよ。だからこのキャンセルでね結構席出たんで、明日の朝10時外れた方は応募お願いします。一旦 OP。 300万円をかけた怖い話の大会、会場チケット応募受付中。当日は会場限定グッズもあるぞ。全国の特別さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ本日はもう3月。早いね。皆さんこんな言葉知ってますか。1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、4月はほんまごめんしこるって言うてる中、いかがお過ごしなんだよおまんたちって言うとりますけどね、まあ、全部早いってことですね。4月は2つの意味でね、この時間です。さあ今週の俺的ニュースとこの時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、デヴィ夫人ブチギレ。今月27日、何よペチャパイでおなじみデヴィ夫人が自身の SNS やブログにて週刊文春が去年掲載した自身に関する記事について、文春の関係者らを名誉毀損などで刑事告訴したことを明らかにし、ブチギレてる様子を SNS でもあらわにし話題になりました。こちら何があったかと言いますと、去年の9月ですね、社会のがでおなじみ文春がデヴィ夫人がモナコの慈善団体から資金を持ち逃げしてトラブルになってるっていうね、そういった胸の告発記事を出したんですね。でこの記事の内容、デヴィ夫人が団体名義とか印鑑資料を持ち逃げして計1788万円の経費などを持ち逃げしようとしたと。でこの団体内でトラブルが起きていたというもので、まあ内容は夫人側に非があるとするものでした。でその後も文春ではその件に対する続報が掲載され続けていたんですけど、今月の27日、自身の X にて文春の記事の関係者を本名で掲載した上で、この方たちを名誉毀損及び信用毀損の罪で刑事告訴したということを発表しました。でこの名誉毀損はね、よく聞くんですけど、信用毀損っていう単語、これあんまり聞き馴染みがないと思うんですけど、営業者にとって最も重要な営業上の信用を競争関係にある者が虚偽の事実を挙げて直接的に攻撃するものだそうですね。海外とかでは結構よくある光景なのかもしれません。でこれは刑事裁判までもつれ出すということは、夫人が言ってる通り潔白なんじゃないかと思うんですけど、なので現在文春さんは大物芸能人から民事と刑事の2つで攻め込まれている状況ですね。さあどうなる。次回ついに暴走、全芸能人の暴露記事無料公開ね。パンドラでした。はい次です。2つ目、ファンからの差し入れ論争勃発。今月22日、170センチない男に人権ないでおなじみスイッチにて配信業を行っている田中なしが、自身の配信にて AV 女優が受け取ったとされているプレゼントに対して必勝終わってたなどの罵声を浴びせ、 SNS で賛否の声が上がり論争にまで発展しております。いや痛烈すぎるやろ。これ何があったかというと、セクシー女優の新田アリナさんが自分の SNS にファンからいただいたとする差し入れの品々が写った写真を投稿して、その中に単価400円ぐらいのクレンジングオイル、あとコンビニで売っているようなお菓子とかインスタント麺が写ってる写真をアップして、これでわざわざ安いものをプレゼントするなと、まず SNS ユーザーが反応して軽く炎上騒動になったんですよ。この一連の騒動について、他のセクシー女優の方も差し入れに持ってきてくれるという行動だけで嬉しい、わざわざプレゼントを選んでくれてるのが嬉しいと、そういった投稿して反応しました。でこの話題のことに対して、こちらが厳しく訓練されたホビットたちのプレゼント、正直に言った方が世のためになることもある、千羽鶴しかり、少々安物でもプレゼント放送するだけで見栄え良くなるのになぜしない、1000円すら出せんならお住まいに稼げとですね、自身が受け取ったプレゼントの画像を掲載したということなんですけど、まあ、ただ金額とかだけを考えたら、それは誰でも高いものもらったりとか放送されてる方が嬉しいと思うんですよ。でこれどう思いますかみたいなの結構来てたんですけど、まあ、僕はもちろん気持ち派ですよ。ただまあ自分が贈り物する時っていうのをこう思い返してみた時、やっぱり金額予算から入ってるんですよね。この方お世話になってるからな、これぐらい
らいの予算で行こうとか、自分はそうだけどその人はそうじゃないかもしれないみたいな、それは結構リアルで、ただちょっと話変わるんですけど、いい話をちょっと前に聞いたんですよ。っていうのももう15年ぐらい仲のいい女性2人がですね、これ僕じゃないですよ、この女性2人が毎年お互いの誕生日にまあプレゼントを渡し合ってたらしいんですけど、毎年去年の金額を超えないといけないみたいなのがプレッシャーになってきて、これってこのまんま年重ねると10年後に15万円ぐらいになるんじゃないかってなって、じゃあ今後2人で誕生日はまあ金額を決めて、確かね3000円ぐらいまでってね、絶対に決めてお互い送り合おうねって決まり事をしたらしいんですよ。そしたら買う方はめちゃくちゃ考えて、箱とやったりとか、その子の絵とかを自分で描いて、人手間加えるようになったから、毎年毎年すごく楽しみな日になったって言うんですよ。今年は3000円でどんなプレゼントなのかなみたいな。まあこれってそこに確実に相手を思う気持ちがあるってわかるから、値段じゃない嬉しさがあると僕は思うんですよ。まあもちろんもらえるだけでありがたいこと、その気持ちは忘れちゃいけないんですけど、正直に言った方が世の中のためになることもある。千羽鶴しかり、少々安物でもプレゼント放送するだけで見栄え良くなるのになぜしない。この二分には、この人はみんなからプレゼントをもらう人だよねと、だから気持ちを乗せて見栄えを少しでも良くしようと、その気持ちを表現した方がいいのになんでしないのと、まあそんな意味が含まれているのかもしれません。いやちげえな。次です。3つ目、霧島指名手配解除されたってよ。今月27日、過去ニュースでもたびたび取り上げていた連続企業爆破事件で指名手配されていた霧島聡容疑者について、自身が霧島だと名乗り病院で亡くなった男性を霧島聡本人と断定し手配を解除したと発表しました。これをきっかけにですね、交番の情報提供を呼びかけるポスターから霧島容疑者の姿が消えていくことになったんですけど、この手配ね、約半世紀の49年間の間行われていました。これが死亡したっていうね報道があった後も手配は載せられたままだったんですよね。これなんでやろうと思って僕交番に聞き行ったんですよ。そしたらまだ名乗る男の段階だったから解除してなかったんだよつって、すごい丁寧に教えてくれて、あそうですかありがとうございましたって言った後もですね、なんかすっごい話しかけてくれて、5分ぐらい交番の前で立ち話してたんですよ。あのすっごい寒かったです。次です。4つ目、野々村龍太郎元議員恋愛相談を始める。今月13日、あなたにはわからんでしょうね。でおなじみ絶叫元議員こと野々村龍太郎氏が、音声配信アプリ上で運営している自身のアカウントにて、野々村龍太郎の恋バナチャンネルと題した恋愛トークラジオを始めて話題になりました。あの絶叫号泣会見からもう10年も経つんですね。早いわ。野々村さん、今月からネット上のサービスココナラにて悩みや愚痴の聞き役を受け始めたことで少し話題になってたんですけど、そのお品がこちら。ネット被害の相談や恋愛相談に関しては5万円、説明文には世界的に有名人の私があなたのどんな悩みでも受け止めますと書かれています。バルミューダぐらい強気価格ですね。で、恋バナチャンネルではですね、恋人の距離を詰めるためのテクニックを披露してて、冬の夜の2人きりだからこそキャンプファイヤーの炎のようにカップル2人の恋はメラメラと燃え上がること間違いありませんとですね、素敵なアドバイスをしていました。なんじゃそら。おい、今度利用してみます。次です。5つ目、君の名はプロデューサーが逮捕。今月22日、和歌山県警は2021年9月にネット上の交流サービス上で知り合った女子高校生に対し、裸の写真を送ったとする児童売春児童ポルノ禁止法違反の疑いでプロダクション会社経営の52歳の男性を逮捕したと発表がありました。この逮捕された男性、2016年に大ヒットし興行収入約400億を売り上げたあの名作君の名はでプロデューサーとして制作に携わっていたということなんですけど、いやまあこの作品に罪はないんですけどね、こういった形で名作の名前が上がってしまうのは嫌ですね。で、容疑はですね、当時15歳であった高校1年生の女子生徒に対して未成年と知りながら裸の画像を送るように指示したというものなんですけど、で別の児童売春事件についても捜査過程で関与の疑いが浮上してて、容疑者は自身にかけられている容疑を大筋認めてはいるが、他の人とも同じようなやり取りしていたんでこの子かどうか思い出せませんとですね、君の名を聞いても分かってないゲスすぎる供述をしていたということです。次です。6つ目、東名高速煽り運転全く構成せず。こちら今月の26日、2018年、神奈川県内の東名高速で発生した煽り運転で夫婦を死亡させ娘2人にも負傷させた事件で、自動車運転死傷行為処罰法違反と暴行容疑で逮捕された石橋和歩被告の2度目の裁判が行われ話題になっております。まあこちら本当に胸くそな事件だったんですけど、こちら2018年に行われた第一審の裁判で懲役18年が言わされていたんですけど、二審もですねその判決を支持するという形で被告側の控訴を退け裁判は進行しました。この判決を聞いた石橋被告、あろうことかその判決を言い渡した裁判官に対し、俺が出るまで待っておけよと言い放ったそうです。この幸せな一家を崩壊させておいて懲役18年だけでも甘いと思っちゃうんですよね。事件当時怪我を負った当時15歳の少女も現在は22歳、大学生になっていて、自分と同じような親のいない子供たちを支えていきたい、自分自身が弱い立場の時に周りの大人に支えられたことが大きくて私もそんな大人になりたいと、そういった思いから児童養護施設で働くことを決断したと JNN の取材で答えていたということです。次です。7つ目、やっべ配信者逮捕。こちら26日、自称ライブ配信業の中山健一容疑者が自宅の敷地内でベッドを燃やした
したとして廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。この逮捕された配信者、なかちゃんという配信で生計を立ててる男性で、フォロワーが1万3000人ぐらいいたんですけど、 YouTube でバリカンで落ち武者カットする動画をアップしてる。これ僕見たことありましたね。で、あと巨大な滑り台をうつ伏せで滑るっていうね、結構体当たり系のノスタルジーな動画を配信していたんですけど、年末にですね、ベッド燃やしますっつってベッド燃やしたところ、視聴者が消防に通報して、で消防隊員が現場駆けつけて、でちょうど燃やしてたんで、あの消せっつって消させられて、でその後この容疑で逮捕されて、警察が出頭してくださいねって言ったら、中山容疑者行くわけないだろうと拒否しました。結果26日に逮捕されたという流れです。で燃やした理由が、年末で処理センター閉まっていたから燃やしたと言ってるそうです。で、あの出頭要請に応じなかった理由、返事するの忘れていたと供述してます。ちょっとクレイジーすぎるぞ。次です、8つ目、セイコーマートで凶悪死傷事件。こちら25日、北海道札幌市のコンビニエンスストア、セイコーマート北31条店にて、店員3名が刃物で襲われ、2名が怪我を負い、うち1名が亡くなるという事件が発生しました。こちら容疑者の男、午前6時50分頃店内に入店、少し歩いた後レジカウンターにて男性店員に刃物で襲いかかり、さらには他の女性店員を切りつけた後、店のバックヤードまで追いかけ、そこにいた男性店員を刃物で複数回刺し、その後容疑者が最初に襲った男性店員を店の外まで追いかけようとしたところ、駆けつけた警察官によって取り押さえられました。これにより店員2名が負傷、バックヤードで襲われた男性店員は病院に搬送されましたが亡くなるという悲惨な結果となりました。結果ですね、容疑者の男性、殺人未遂容疑でまず逮捕されたんですけど、わざわざバックヤードまで乗り込んで複数回刺して、さらに現場からはですね、複数の刃物見つかってるんですよ。なので何かすごい恨みとかトラブルがあったかと思いきや、襲った3人には恨みがあったわけではなく、申し訳なく思ってると、そういったことを供述しています。警察は事件に至った経緯を引き続き調べていく方針ということです。これめちゃくちゃ恐ろしいですよ。こんな気をつけようのない事件どうせっちゅうんですよね。まあ、また俗に言う無敵の人なのかなというところです。では次です、最後海外ですね。とんでもねえものを密売しようとして逮捕。こちら今月の21日、アメリカニューヨークの連邦警察は、日本人の海老沢武史被告を核物質を密売しようとした罪で起訴することを発表しました。はぁ、これ何かというとですね、この海老沢被告、2022年に麻薬とか武器などを不法に売買しようとした疑いで逮捕、起訴されていて、現在もニューヨーク市のブルックリンで拘束されている状態が続いているんですけど、逮捕された当時、この核物質をミャンマーの反政府グループに50トンのウランとポリウムを685万ドル日本円で約10億で売ると持ちかけていたんですね。いや、物を売るってレベルじゃねえぞ。ただこの売買を持ちかけた相手っていうのが、アメリカの麻薬取締局、通称 DEA の潜入捜査員であったということで逮捕されたんですけど、核物質なんてあなたどこで入手できるんですかね。そういえばめちゃくちゃ飛ばしてるとこあったな。でこちらアメリカの警察によると、海老沢被告はいわゆるヤクザの幹部って公表してるんですけど、具体的な関係は今のところ明らかになっておりません。で今回の起訴で有罪になれば、まあ終身刑が言い渡される可能性があります。実際持ってたらもう国家転覆レベルだと思うんで、妥当なのかなと思いますね。なんかロケラン担いでる写真みたいな話題になりましたよね。全然話変わるんですけど、日本人をカタカナ表記にして名前から読んだら全員かっこよく聞こえますよね。ケン渡辺とか、ひろゆき西村とか、淳平浜崎とか、最後の違かった、わーわー。今週以上です。まだまだ寒いですね。わかりました、冬の嫌いなとこ。夏って気温がぐーっと上がって下がっていくのに、冬って上がって下がって上がって下がってみたいな、ジェットコースター気温じゃないですか。まだ寒いのっていう、なんか腹立つんですよね。今日すごく思いましたね。皆さん風邪ひかないようにしてください。で視聴者さんが、なんで毎回動画終わり心配してくれるんですかっていう、なんかその DM が届いてたんですよ。っていうのも、これ動画の一番最後まで見てるってことじゃないですか。そう考えると愛してるからです。おやすみなさい。